僕も恐竜の化石を見つけるぞ。のび太が恐竜の化石を見つけられるはずないよな。犬の糞なら見つけられるけど。ブリヤハハハ。化石くらい何倍。僕は化石なんかじゃない、生きた恐竜を見つけてみせるぞ。キャのび太さん、もし見つからなかったらどうすんだよ。どうすんだよ。目でピーナッツを噛んでやるよ。見てろ、生きた恐竜を見つけてギャフンと。ギャフンって、うん、これってもしかして。確かめるためにもタイム風呂敷出してよ。タイム風呂敷で包んで時間を戻せば、これが恐竜の卵かどうかわかるじゃない。本当に恐竜の卵だったらどうするのさ。僕が育てるよ。生き物を育てるっていうのは簡単じゃないんだ。そう言うってことは恐竜の卵だって信じてくれてるの？いや、信じてないならタイム風呂敷出してよ。タイム風呂敷。これでよし。くー、待ち遠しいな。のび太くん、ドラえもん生まれる。恐竜だ。あ、もう一匹。タイム風呂敷のおかげで卵の中で恐竜の双子が成長したんだ。そうか、君の名前はキューだ。そして君はミュウ。ねえドラえもん、どんな種類の恐竜なんだろう。調べてみよう。これじゃないし、これも違う。そんな、どこにもこんな恐竜は乗ってない。きっと新しい恐竜だよ。よし、ノビサウルスと名付けよう。よろしく、キュー、ミュー。キューとミュウも大きくなってきたね。それならこれを使おう。シンクヨーキオラマセット。
ためのジオラマなんだ。それからこれを。撮ったものはどんなものでもミニチュアのパーツにできる。すごい。でもこれじゃ見つかっちゃうよ。大丈夫、ここにサイズ調節つまみがあるから大きさも自由自在。スマールライト。これで小さくなれば。ここにノビサウルスランドを作ろう。ヒュー、ニュー。おう、ノビタ。約束通り目でピーナッツを噛んで見せてもらおう。ヒュー、ニュー。した新恐竜ノビサウルスさ。こっちがキュー、そっちがミューって言うんだ。キュー、ミュー。まずい、ママだ。ドラえもん。囲んだものを白いクレヨンで囲んだ場所に移動できるんだ。説明は分かったから早く。お邪魔してます。今日も綺麗ですね。誓って犬も猫も飼ってません。二人とも本当に大きくなったね。キューミューのび太くん、もうこの時代で育てるのは無理だよ。タイムマシンで恐竜がいた時代に行ってキューとミューを仲間のところへ返そう。やだ、絶対やだ。のび太さん、お別れが辛いのはわかるけど、いつまでも一緒にはいられないよ。ここは本来彼らがいてはいけない世界なんだ。だからのび太くん。わかったよ。キューとミューがいた時代はタイム風呂敷でかかった時間から計算すると後期白亜紀だ。行こう、白亜紀へ。これから行く白亜紀は6000万年以上前の時代だ。今とは気温も空気も違うんだ。そこで場所がいつでもわかる。雰囲気あるじゃん。それじゃ、いくよ。お、たまに揺れるからしっかり捕まって。
お話を進めるね。うわー、ここが白亜紀の日本。さあ、ここが君たちのふるさとだよ。それじゃあ、キューとミューの仲間を探しに出発だ。よし、行くよ。よっしゃ、僕ちゃんも。あれ？どうしたのジャイアン？ステゴサウルス！本物？ステゴサウルスは草食恐竜だから近づかなければ大丈夫。正確にはステゴサウルスの仲間だね。あれ？ねえ、確かにステゴサウルスはジュラ紀の恐竜だ。だとすればここは白亜紀よりもさらに1億年も前のジュラ紀ということになる。え？
ミュウちゃんやミュウちゃんの仲間を見つければいいのかしら。
そうだ、空の上から見てみたら何かわかるかもしれないよね、ドラえもん。
キュー。また走りたくなったらいつでも来ようね。よし。
水団子をゲットしたよ。お話を進めるね。本当にここなのか？恐竜なんかどこにもいないぞ。何か手がかりは。そうだ、アジアトースタンプ。キュー、おいで。ちょっと足を貸して。地面にスタンプすると同じ形の足跡が光り出すんだ。やっぱりここにいたんだよ。見て、どれも同じ方に向かってる。きっと群れで移動しているんだ。でもなんでだ？それは卵探検隊。彼らが足跡を見つけてきてくれる。かわいい。じゃ、頼んだよ。よっしゃ。
Thank you.
のび太じゃ僕ちゃんに勝てるわけないよ。